ロクデネシウイ。今からブラックバスを釣って木村拓哉みたいになってじゃ事務所に入ります。ここは擦れまくっている池です。擦れるとはどういうことか解説します。釣れるとは、釣り人がやたら多くてハイプレッシャーになり、魚がルアーを食べなくなることを言いますが、よく言われるように、警戒心が強くなって臆病になっているわけではありません。魚の性癖がマニアックに変わってしまったのです。例えるならば、暴動の橋本環奈みたいなタイプには見向きもしなくなり、よくわからんデブのおばさんを追いかけ回すようになるということです。これを生態学の専門用語で、探索像が変わる。と言います。つまり警戒して餌を食べなくなったのではなく、追いかける対象が普通とは違うということです。具体的にこの池ではシャットやクランクベイトやスピナーベイトやネコリグやシズミムシなど、そういう普通の人が使うであろうルアーに興味を示しません。この池の魚は水際のトンボや水面に落ちてきた昆虫だけを餌として認識しているのです。それ以外のルアーは橋本環奈なのです。お前らが食うて遅れるか。来やがったぞオーラーアハ。大桃美代子か、浅木邦子か。いやー、ガチョーン。水面とは言うものの、珍しくルアーっぽいルアーを食いました。ユウマヅメと減衰のシチュエーションが性癖のストライクゾーンを広くしたのでしょう。竿はもちろんメジャークラフトデイズ 360D360S の 6.L、 最大の特徴は12個ガイド、トーレ株式会社 T 線。今からブラックバスを釣って木村拓哉みたいになってじゃ。パクってして遅れるか。来たでやんす、ベロベロベロ。いやー、ノーシンカーのやつをパクッとしました。そこに沈んだら餌とは認識しません。パクって食うて遅れるか。来たぞるドドドドドア。お前、イエイイエイ。このちぎったやつを食いました。思春期の中学生はストライクゾーンが広いです。水は地球の命です。